さ、なんでそんなアイコン持ってんの、アイコンでない、アバター。藤子来たんだけど、こんにちは。1位じゃん藤子、こんにちはって感じで。いつも弾丸で配信しちゃってます。本当にゲリラなんだよね今。1位だね。強すぎ。8時までしかさできないのマジで泣くんだけど、9時くらいまでしたくない普通に。もう最近本当にニキビやばくて、もう肌加工つけてるにもかかわらず見えるくらいニキビあるってやばくない普通に。そうだからおでこすぐニキビできるから、肌加工してるから今見えないんですけど。だから前髪あったらもうニキビ大量発生みたいな。藤谷さん、なんかチューリップか、チューリップありがとうございます。マトンさん、リラックマとコリラックマとニワトリありがとうございます。タケタケさん、レンボスターありがとうございます。最近おいしいもの食べた、おいしいもの、全部おいしいと思うけどね。全部ですね。全部おいしい。花粉症か、花粉症です。もうくしゃみが1日に10回くらいは出る。楽な方かな。まさきひろさん、リラックマありがとうございます。あ、ニワトリもありがとうございます。そう、つらい。ちょっとね、花粉症頑張ろう。みんなだからずっと鼻が痒くて鼻水止まんないみたいな。だからそう、痛いとかではないから楽な方かも。リンカちゃんとデコデココンビだね。そう、デコデココンビ。あとななかちゃんと、じゃあ3人で。もうでも家では結構おでこ出してる人とか結構いると思う。本当に前髪やったら本当にニキビができやすくなっちゃう、なっちゃうんですよ。だからめっちゃこれさ、なんか自然に血色みたいな感じじゃない？いい、血色ないから冷え性だし、ほんと手冷たいんですよ今も。疲
ごい綺麗な団子だったの顔。確かに確かに食べ物全部美味しいですか。でも正直全部美味しいみたいな。レバーだけは大嫌いなんですよ。レバーだけめっちゃ嫌い。ほくろ見えたね。これなんか金運掴むみたいなあるらしいです。なんか良かった。なんかすごい最近もうなんかほくろできすぎてやばいみたいな。あんま日当たってない気がするんですけど、日焼け止め塗ってないからか。レバーはある日突然美味しく感じるようになります。本当に嫌いすぎてなんかもう虫よりも嫌です。だって虫は普通に美味しいからもう無理です。なんか世界で一番嫌い。こんばんはフル、こんばんはフル。鼻がこっちがこっちが効かない。こんばんは、こんばんは。虫美味しいって言ってるの。なんかレバーってまずくない。だってまずい。なんか本当に肉化するよね、レバーの好き嫌いに関しては。なんかコオロギ食ヤフーニュースに出てた、出てた。なんか高校だっけで出たんだよね、コオロギ食のコロッケだっけ。なんかそれであったみたいな感じをチラッと見た気がする。あなたにもレバーあるけど、そう、なんか肝臓って聞いてより嫌いになった。無理。朝ごはん、画面の真ん中に来て、画面の真ん中、もうちょっとこっち、キュッキュッキュッキュ。ハノーさん、コリラックもありがとうございます。コリラックも可愛いよね。あ、ニワトリもありがとうございます。あれ、ほんとなんかこの人正式名称あるの。リラックマとコリラックマしか知らない。なんかみんなもなんかなんだっけ、黄色い鳥みたいな感じ言ってて、他の人の配信行った時もなんかそんな言ってて、あ、正式名称ないのかなって。あ、かわいい、おひな様、かわいい。あ、たけたけさんありがとうございます。そういうことか。え、面白い。なんかこの前もあったよね、猫みたいな。黄色い鳥が正式なんで、あ、そうなの。なんかみんな黄色い鳥って言ってんだ。うちニワトリって言ってた。やだやだ。カタカナで黄色、あ、カタカナ、へえ。黄色い鳥、じゃあ黄色い鳥って忘れてなければ。でも癖ついちゃったんだよね、ニワトリで。癖ついちゃった。あ、黄色い鳥ありがとうございます、ひろたさん。黄色い鳥の方行っちゃって、誰が投げてくれたかとか今。黄色い鳥せめてひよこやる。え、わかる、それな、ひよこだよね。これなんて言ったら、おひな様かな、さっきのかな、おひな様になっていただきました、ありがとうございます。ランニングマンさん、ニワトリ、あ、ニワトリじゃない、間違えた。黄色い鳥の風船持ってるやつバージョン、ありがとうございます。ランニングマンさん、あ、ランニングマンさんじゃないかも、間違えた。誰だ、サイリウム、
今サイリウムあったよね一瞬。え、消えた消えた消えた。スクショの方でギフトアニメーション消して載せてた。あらら、完全に後になって、え、それな、やばいよね。黄色い鳥、黄色い鳥、せめてひよこだよね。もうニワトリしか、第一に出てくるのがニワトリみたいな。くすづいちゃった、やっ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 ちゃった。金田リラックマいっぱいありがとうございます。ありがとう。あ、コリラックもありがとうございます。ニワトリは白だし、あ、本当だ、ニワトリ白か。そっか、あ、そ、え、そっか、黄色い鳥。あかねたありがとうございます。よし、言えた言えた、大丈夫。ポテトさん、ハートありがとうございます。いっぱいありがとうございます。竹安さん、リラクマとクリラクマと黄色い鳥ありがとうございます。あー、ハートいっぱいありがとうございます。めっちゃふわふわこれ。朝朝朝朝ごはん、みんな黄色似合うよね。あ、もう何でも似合います。何でも似合います。余裕ですね。テイトさん、黄色い鳥の風船ばあちゃんありがとうございます。よし、まだ間違えてはない、間違えてはないから。何の歌あったか、え、わかんない、なんか聞いたことない。朝朝朝朝ごはんって。ひろたんさん、ご利益もありがとうございます。今のもトゥイティ顔、あ、トゥイティ顔なんかあれでしょ、あの黄色のトゥイティだよね。黄色のトゥイティ、黄色のトゥイティ。喉渇いた。いや本当にこれ、この赤みやだ。ちょっと鏡で、鏡で見さし、これスマホのさ後ろについてるってよくない、いやだ。かゆ、花粉症がさやばすぎる。自分で作ったとしか思えない。え、ほん、そうなのかな、自分で作ったのかな、これ。あ、そうなのかも、わかんない、なんかアイドルノーなんだけど。金だこ3日間390円やってるから今大行列んだ。面白っ、390円、え、安いね、え、すごっ、食べたいんだけど。目の痛みは今は痛くないです。その配信終わってからもう今日まで痛くないんですけど、あの日だけだったのかなと思って。ちょっと待って、ティッシュを、ティッシュを取らせて、ティッシュ、ティッシュ。
かゆかゆいかゆいかゆかゆすぎる。そうだからあの配信の時だけだったかゆいのは。かゆいじゃないいろいろ混ざっちゃった。かゆい、ほら鼻赤くなって、かゆい。この前の日曜日も劇場で黒くて癖になるドリンク飲ませてたほんと黒よねあれ。なんかでも美味しい。なんかね、そんな黒くしようとか、そんななんか面白くしようとかそういうのなくって、なんかそういう王道じゃなくしたかったんですよね。なんかそういちごとかだったらどこでも飲めるじゃん、結構そのどこかには売ってるじゃん、そういういちご系とか。だからなんか聞いたことないやつで美味しいやつ作ってみようと思って。かゆそしたらその色になりました。なんかまだ治ってなかったら目を取り出して洗ってあげようと思って、あ、それはね、ゆうなも考えてた正直。あ、もうそろそろ取り出そうかなと思ってて、 HKT からだしいいと思います。え、でもね、混ぜたら、混ぜる前は結構グラデーションになって綺麗なのよ。混ぜたらちょっとねみたいな、混ぜる前に写真を撮っていただきたい。混ぜちゃったらもうのダメですね、写真は。ぜひ行った時は飲んでみてください。本当に癖になるんで。なんかマジ癖になるけど、なんか変なの入ってる。入ってないけどね、なんだろう。混ぜる前だけ映え、そうだから映えさせたかったら混ぜる前に撮ってくださいっていう。スタバは桜のやつ、飲みたい、めっちゃ飲みたいんだけど。それあれでしょ、抹茶の上に桜のなんだっけ、ピンクのやつ乗ってるやつでしょ。それね、そうツイッターで回ってきて、めっちゃ飲みたいみたいな。味はうまい。なんかまあ人によるけど、そんな好き嫌い分かれるようなやつではないと思うけど、なんか後味が癖になるみたいな感じかな。そういう感じです。なんかjust 今までに飲んだことのないような味になっております。もう人生で一回は飲んだ方がいいです本当に。チャレンジしてみましてください、ぜひ鼻かゆ、本当に。コメコメさん、コリラックもありがとうございます。やば、鼻かゆすぎる花粉症の人さね、みんな頑張ろう。かゆ、涙出てきた、かゆすぎて目もかゆくて、鼻かゆい、本当に目もかゆいし。いや本当にかゆい、びっくりするほどかゆい。今年から目がかゆいかも、ついに花粉症。なんか今年めっちゃ花粉多いらしい、だから花粉症になる人が増えるみたいな言ってた東南アジア行ったら花粉症飛んでないから、あ、花粉飛んでないから花粉症。じゃあ東南アジア行ってきます。東南アジア、東西南、こっちか。え、アジアがそこだとしたらインドネシアらへん
え、日本って東南アジアじゃないの？アジアが違うか。完全にそう、完全に花粉症、何年か前から今年が特にひどい。私はすでに鼻炎なので心配なし、心配なしではないけどね、なしではないと思うよ、決して決してね。鼻炎って何？東南アジアのベトナムとかタイです。あ、じゃあ奈々香ちゃんたちについてきゃいいんだ。もう一回、もう一回行くみたいな。女子はチリに多いんだ。チリの方が好きなんですけど、私チリの方が強いんですけど、そういう方角系は無理ですね、ちょっと。アジアの中心、そうそう、それ思ったの。だから中心分かれば分かるじゃん、どこら辺か。チリはマジで点数高いです、本当に。もう歴史が嫌い。世界のチリとか大丈夫なんだけど、日本のチリはあんま好きじゃなくて、工業とかまた絡めてくると好きじゃないんだけど、地名とかはもう覚えれます、ほんと得意。カタカナ系が好きなんですよ、書くのが。だから覚えるのかも。だから石油化学コンビナートとかは好き。石油化学コンビナート好きだわ。とかフォッサマグナとか、最近そこら辺テスト出ました。フォッサマグナ出ると思って、めっちゃワークでフォッサマグナの問題6問くらい出たんですよ。社会のワークとかでほぼ同じ問題が結構出るんです。その問題の文章を変えて答えは同じみたいなやつが多くて、めっちゃお腹鳴ってるんだけど。でフォッサマグナめっちゃ出て、あ、絶対出るじゃんこれテストにって思ったの、出なかった。そう、カタカナめっちゃ得意だから、地名カタカナ系を全部覚える。だから日本は無理だって感じじゃん、カタカナじゃないからみたいな、論外。どんがいです。まあ片方効かないんだよね、こっちが効かないから。こっちがもうすっごいかゆい、びっくりするほど。本当にだけど小中1とかなにテストあって、それのまあまあ頑張りました。日本地図の県と県庁所在地を書きなさいみたいな、だから 84?94 か書くの、こうやってあの北海道なんか地図があって、ここ123みたいな、で1番は北海道ブローみたいな。ちょっと北海道飛びました、しょうがないそれは。しょうがない。え、なんか最近ちょっとよく分かんないことあって、なんか「え、札幌？え、なんか札幌は宮崎みたいな、え、待ってよく分かんない、なんか最近ちょっとよく分かんなくて、ちょっと待って、北海道の県庁所在地、札幌合ってるじゃん。北海道と県、あ、違う、都道府県と県、そう、都道府県と県庁所在地は苦手でしたなって感じ。あ、くしゃみが出そう、出てない。そういう時って涙目になりますよね。もうなんかこことここが赤い、かゆい、なんか鼻かいたらなんか涙出てきちゃうんだよね。北海道なんか食べ物美味しいって言うから行ってみたいです。
北海間違ったなんで都道府県名と違う県庁所在地を覚えとけば大丈夫。そうそうなんだけど、だからもうテストで分かんなくなったらとりあえず都道府県と同じやつを県庁所在地のところに書いとく。じゃあもうそろそろ先に単純読んでおきます。13位ただの魚さんありがとうございます。12位にしぷさんありがとうございます。11位藤田ココアさんありがとうございます。藤田ココアさんありがとうございます。10位クロちゃんとまあ黒田さんありがとうございます。9位ポテイトさんありがとうございます。8位走る人ランニングマンさんありがとうございます。7位あーちゃんさんありがとうございます。6位マトウさんありがとうございます。5位ショウタンアットマークニコニコインメタさんありがとうございます。4位大丈夫です。4位4位トモマアットマークイナネグナさんありがとうございます。3位銅メダルは滝安アットマークイナネグナさんありがとうございます。2位アカネタン銀メダルありがとうございます。1位金メダルはタケタケアットマークイナネグナさんありがとうございます。ココアちゃんお強いね。お強い。昨日結構 LINE で話してました。藤子と遊びに行こうやみたいな。オツです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 。え待ってやばお腹鳴りそう。なんかお腹鳴りそう。あ一のコメントもお願いします。肌かゆすぎてなんか涙出てくるんだけどなんで。鼻かゆすぎて涙出る現象って何ですか何ですか疑問なんですけど何ですか。かゆすぎ。コンビニの割り箸開けるとき爪楊枝で目に刺さることない。あるあるある。こうやってこうやってグシュってやったらブスッと刺さってうわってなって。大型にやりがちなのは擬音語で話すっていう。全部ブシュッてやってグサッてなってブシャッて行こうやって言い方が九州。え九州の方言とかなのかな。それははんちゃんやん。どれがもう一気に喋りすぎてどれの話か分かんない。えあれ爪楊枝の刺さったやつ。そういう7号。えなんか多分大型で本当にありがちだと思う。それは擬音使うのがはんちゃん。はんちゃんもそうなんだ。いやわかんない。あでもあわかるかもわかるかも確かにって感じ。あ1位のコメント読みます。たけたけさん大好き大好きだよありがとうございます。語彙力答え鍛えていこう。頑張ろう。マジで頑張ろう。ありがとうございました。なんか配信始め早く趣味出そう。なんか目めっちゃ赤いんだけど本当に肌かゆいと目なんか自然に涙出てくるんだっていうことを初めて気づきました。こんな痒いの初めて。ちょっと59分ギリギリにやめよう。もう壇上も読みようか
読み終わったことだし鼻かゆいしテイクも8時か、もう8時くしゃみしていや出ないの、本当にくしゃみしたいのこっちも、だけど出なくてむずがゆいみたいな、こっちだってしたいです出てほしい本当に。はんちゃんも今週花粉症、今週花粉症なんだ、来週は花粉症じゃないみたいな、変わってるやっぱはんちゃん。3月も本当だ、3月だね、3月もよろしくみんな、3月1日本当だ、気づかなかった全然。そっか2月って28日までもんね。かゆこぎたオンラインね楽しみ、本当にオンライン楽しみ、もうえみんな今月来てくれますか、もう予約終わってるけど楽しみにしてきます、しときます、言うのももうね服も買ったんだよ、まだ解禁してないからきっと楽しみですね。3月もよろしくみんな。あ、もうすぐ終わっちゃう、59分だ。バイバイ、ありがとう。